探検隊はジャングルをさまよっていた。とある極秘任務のために。その任務とは、暴政府機関から謎のキーワード「ワカンダ王国」という言葉とともに送られてきた未知なる鉱物を調査し、その謎を解明することであった。謎を解くための唯一のヒント、ワカンダ王国に秘密が隠されているに違いないと考えた某政府機関は、世界各地を旅し数々の困難を乗り越えてきた探検家藤岡弘に協力を依頼することにした。これは極秘任務だ。しかしそこで我々を迎えていたのは恐るべき試練であった。藤岡弘探検隊は手がかりをもとに海を渡った。隊長、もうこの辺りしか残されていません。そして人の気配が全くない秘境の奥地へと足を踏み入れていた。これは、ここで激しい戦闘が。壁面には無数の傷跡が。およそ現在の武器では破壊しようのない深い傷跡であった。どうかしましたか？何かにつけられている。ジャングルを突き進む探検隊。その時であった。隊員が罠にかかった。何か？隊長。それはまるで我々の侵入を拒むかのようだった。しかしここで諦めるわけにはいかない。探検隊は前に進んでいくのであった。このトンネルには何かがある。藤岡は長年の経験から何かを確信したようだった。トンネルを抜けると奇妙なスポットを発見した。なんだこれは。このポーズは何だ。突然トンネルの前に光のカーテンが現れた。そして藤岡が手を差し伸べたその時だった。藤岡は身動きが取れなくなった。どうぞ持っていくな、この先を。大丈夫ですか隊長。大丈夫ですか。大事な功績を持ち去られてしまった。レントカーがしてくれ。俺もヒーローと呼ばれたことがあるが、奴に同じ匂いを感じる。そうだ、奴に聞いてみよう。ハロー、俺だ、藤岡弘。いや、久しぶり。ちょっと聞きたいことがあるんだが、黒豹に似たやつを知ってるか。うん。隊長、誰ですか、あの男は。彼はブラックパンサーだ。国王とヒーローの二つの顔を持ち、ワガンダ王国の秘密を守っているんだ。なんだこれは。俺宛てだ。いつの間に。あなたがここまで来た勇気をたたえ、我らの秘密を少し教えよう。その国のテクノロジーは世界を滅ぼすほどのパワーを秘めていた。It is my duty to protect our nation. 表の顔は国王だが、彼にはもう一つの顔が。 I want to you want. I want the throne. You will not be able to plug in, turn on and cop out. The revolution will not be televised. ブラックパンサー。なるほど、かっこいいな。彼は誠にヒーローだ。日本のファンにも愛されるだろう。新ヒーロー、ブラックパンサーが。藤岡弘探検隊はワカンダ王国にたどり着くことはできなかった。しかし
この王国の手がかりとなるものは掴むことができた。わかんだわからんだブラックパンサーの秘密を知りたい奴は劇場に行こう。